CBR250R は、ホンダ技研工業が製造・販売するオートバイである。2011年より発売された JBK MC41 型は、87年に発売された MC17、MC19 型と大きく異なり、それまでの4気筒から水冷4バルブ DOHC 単気筒エンジンとなった。このエンジンには、二輪車用 DOHC エンジンとして世界初となるローラーロッカーアームを採用し、シリンダーの中心からクランクシャフトをオフセットすることによりフリクションロスを低減させた。単気筒独特の振動を低減するため、一時バランサーシャフト、サイレントカムチェーン、メタルクランク軸受けなどを採用し、高い静粛性を、燃料供給に燃料噴射装置 BGMFI の採用、O2 センサーによるフィードバック制御、排気ガス再燃焼機構、サタライザー内蔵マフラーにより高い環境性能を実現した。車体デザインは CBR150R 同様に VFR1200F、CBR1000RR で採用したフルカウルスポーツモデルの最新デザイン理論、マス集中フォルムを元にしたスタイルである。フレームは1980年代車両の特徴であったアルミツインチューブフレームをやめ、新設計の交換プラスフレームを採用した。 250cc スポーツモデルとして世界初のコンバインド ABS 仕様もタイプ設定された。また製造コストを抑えることで498,960円という販売価格を実現した。エンジン性能こそ先代の45馬力を大きく下回る27馬力となったが、単気筒エンジンの特性から来る扱いやすさなどからビギナー向けタイプとしても高い評価を得た。またフレームも先代を超えるコーナリング性能を目標としたことで、コントローラブルでありながら先代を凌駕するコーナリング性能となっている。2014年にはマイナーチェンジが行われ、2眼タイプのヘッドライトを採用、フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバー、燃料タンク、スクリーンの形状を変更。形状変更によりシート高が 780mm に低下。吸気系ではインレットダクトとコネクティングチューブ形状並びに、バルブタイミング変更により出力が9000回転で 21kW、 29馬力、トルクは7500回転で 23Nm、 2.3kg フィートパーメートルに向上。またこのマシンのワンウィークレースとなる CBR250R ドリームカップが開催され、成績優秀者にはステップアップのスカラシップを与えるなどして、草の根レベルのレースの普及とステップアップの援助を行っている。日本各地のサーキットでそれぞれ開催されている地方選手権優秀者が集い、日本一を争うグランドチャンピオンシップも行われ、レーシングライダーを目指す青少年からアマチュアレースを楽しみたいサンデーレーサーまで幅広い参加者が集まり、最もエントリーの多いカテゴリーと言われているほどである。 HRC では保安部品を取り除き、スポーツパーツをつけた即参戦可能な CBR250R スポーツレースモデルの販売もしている。